ということで、カメラ目線じゃない。ということでやってきました。こんにちは、ふわこです。いや、今のところすごくね、いい学校生活をしてるんですけども、今日はね、ちょっと亡きから、記憶喪失になって、今までのね、生活も、いじめに関してのことも全部忘れちゃったらしくて、まあ、詳しくお話を聞かせてくれということで、今日はマキにね、正直に言った方がいいのかなっていうのがちょっと悩みなんですけど、正直にね、まあ、話したいなっては思ってます。これみんなだったらさ、今までのこと正直に話す？なんか悩みどころなんだよね。正直に話した方がいいのか、ちょっと嘘ついた方がいいのかっていう、理解室でいいかな？理解室で話すか。なんで理解室なの？ポンコ、嘘つかずに今までの出来事を教えてくれないかな。でもなんか今の巻だったら、本当のこと言っても、なんか謝ってくれそう。普通に。前の巻は正直なこと言ったら、はぁ、お前とかになってたけど、今は大丈夫だと思うんだけどね。話すかじゃあ。全部、本当のこと話すね。あー、骸骨が怖い。めぐみが言ってたことは合ってるよ。めぐみが言ってたことって、私本当にポンコちゃんのこといじめてたの。あ、もうマジで記憶ないんだね。これ思い出したりはしないの？あ、そういえば、みたいな。うん、そうだよ。いや、ここでどうなるかだよ。いじめてたってこと、私何か嫌だからいじめてたんだよねって、こう深掘りされたらちょっと嫌だね。本当に何も覚えてない？いや、覚えてないんだって多分。これっぽっちも。ひどいことしてた？そしたら本当にごめんなさい。うわ、マキの口からごめんなさい。皆さん、これは画面録画しといた方がいいよ。ちなみに、どんないじめをしていたか教えてくれる？正直、本当にひどかったよ。もう全部話しちゃえ！今のうちだぞ。最近では、私の髪を勝手に変に切ったり染めたりされた。その前は机に落書き、下駄箱に落書きだったりとか、トイレでいじめられたりもした。もういろいろあるよね！今までのいじめを教えてくれって言われても、もうなんかもういっぱいいじめられすぎて、もうなんか、わかんない。もうどっから説明したらいいか。でも一番記憶に残ってるのは髪の毛だよね。あれはちょっとうちはね、びっくりしたな。そんなひどいことを私。え、なんかさ、これマジで思い出せないの？まあ、別に思い出せなくてもいいけどさ、これはなんかいいのか悪いのかって感じだけど。ポンコ、今のポンコちゃんからしたらこんな私。ねえ、きっといじめたのは私だけじゃなかったでしょ。そうだよ、いっぱいいたよ、私のこといじめてた人。うん。マキ、めぐみ、ふみえ、あおい、そこら辺だよ。結構いるんだね。ふみえとあおいって同じクラスでしょ？そうよ、いるよ。そうだよ。あれ？めぐみ。あれ？なんかめぐみちゃんいる！いなくなった。え？見に来たのか！めぐみちゃん？うん、今さっきドアの向こうにいた。気になってきたのかしらね。いや、そうなんじゃない？あの人のことだから。怖いな。大丈夫、ポンコ。マキが、もうこっち側に来たから怖いものはないと思う。あとつけてみる？いや、わかんないよ。ドア出た瞬間刺されたらどうする？うん、行ってみよう。怖くない？なんか。いないもんね、今。いや、めぐみちゃんもさ、なんかさ、ふみえちゃんとかあおいちゃんっていうのはさ、なんかほんと、巻きがいないと何もできないような感じだったじゃん。でも、めぐみちゃんって結構一人でやれそうなタイプの女の子だから、ちょっと怖いよね。まあ、なんか、いじめの勝ち組みたいな感じだよね。いないね。どこ行ったんだろう。いないわね、いないね。トイレとか？トイレはいないんじゃない？さすがに。いるかな？見てみる？トイレはさすがにいないと思うけどね、ほら。いないよ。いや、ここでいたら気まずいけどね、なんか。まさかクラスに行ったとかじゃないよね。ここにもいないもんね。いないよね。ここに来たのかな？え？待って待って待って。え？何してんの？マキちゃん。いや、あれマキのところで、なんか、あれじゃない、盛り上がってない、なんか。いた？違うの。マキちゃんの机囲って5人が盛り上がってる。え、なんだ？え、何してんの？どういうこと？いや、マジ見ればわかる、見ればわかる。ちょ、見てみ、見てみ、見てみ。見ればわかる。は？何してるの？
ポンコのね、いじめの経験上、あれも落書きですかね、多分。え、もしかして同じことされてる？どうしよう。え、どうする？これ、うちん時ってさ、どうやって終わったっけ？落書きされてるわ、つって。消したんか、そのまま。で、今人いるからな。どうしよう。やっぱり、ポンコをいじめてたから、その仕返しなのかな。うん、でもまあ、それが一番大きいと思うよ。やっぱり、前のうまきってさ、なんか周りからしたらやっぱちょっと嫌がられてたような感じじゃん。やっぱめちゃくちゃいじめてたから。で、今は記憶がないってことで、タイミング的にはいいんだよね。ずっとうまきのこといじめたかった人は。それだろうね。私言ってくるわ。さすがポンコ強い、もう慣れてらっしゃる、いじめに。いや、いじめに慣れちゃいけないけどさ。ポンコ言った。何してるの？一斉に止まりました。何って嫌がらせしてるだけよ。マキに騙されてるんじゃないの？大丈夫？いや、マキは多分あれ騙してなさそうだけどね。わかんないけどね。ま、そんなマキに腹立ってるから仕返しよう。え、何してたの？そういえばこんなこと、ポンコも経験済みだったわよね、マキに。どういうこと？見ればわかるよ。じゃあ見せてみろ、そしたら、その机。うわ、ひどい。もうまんまあれじゃん、ポンコの時と一緒じゃん、なんかやってること。ねえ、ポンコと一緒だわ。あれ、あん時ってさ、机、ポンコがさ、机落書きされた時って誰だったっけ？マキと誰だった？もしかして一緒？めぐみちゃんとかだった？うわ、記憶ね、忘れちゃったな。ちょっと見ようかな、うちも。どうしてこんなこと。本当はポンコもやりたかったでしょ？いや、うちはやるつもりはなかったけどね。マキは記憶喪失になってもならなくても。やる気はなかった、うちは。私たちに感謝しな。あ、それとも、私らの仲間に入る？いや、入らない！なんかやばそうだもん。え、これさ、もしかしてだけどさ、マキよりもやばそうじゃない？めぐみちゃんって。いや、入らないです、仲間になんて。入らないです。だって、いつまでも仕返しなんてしたって、終わらないじゃん。まあね、やられてややり返し、やられてやり返しってじゃ、あれだよね。なんか、終わらないよね、この先ね。もう永遠続くよ、マジ、死ぬまで。終わるわよ、終わらないよ。まあ、いいわ。マキがどんな反応したか明日教えろ。教えなかったら次はあんたをいじめる。やばい、脅された。脅されたけど、でもこれは本当にやらないとやばそう。え、でも裏切り者なんないかな、マキからして。絶対明日来いよ。じゃあね。うわ、帰ってった。めぐみの言うことは聞いた方がいい。じゃあまた明日。うわぁ、明日ね。なんだこいつら、怖いんだけど。この二人疑問なんだけど。ねえ、なんで二人が。いや、ほんとだよ。え、この二人ぶっちゃけ関わってなかったくない？一番関わってなかったよね。だってポンコマキ嫌いだろ。ポンコができない代わりに俺らが仕返しをしてるんだ。いや、そんな余計なことを勝手に。本当に記憶喪失か分かんないからあんまり信用するなよ。いや、それはうちも思う。なんか、もしだよ、これが嘘の記憶喪失だったらやばいよねって話なんだよ。とにかく明日は来いよ。何も言わずに帰ってた翼。あ、ごめんね、ありがとう。いや、全然いいんだけど。いや、困ったな。明日か。結局何だったの？机にひどい落書きをされてた。そんな、ひどい。でもポンコ、これは私がポンコにしてたんだもんね。謝罪じゃ足りないよ。いや、ほんとだよ。マジ、心の傷、すみません、ごめんなさいで済まないよね。ポンコは帰っていいよ。これは私が消すから。マキちゃん。なんか切ないね。なんか泣いちゃってるね。前のポンコの辛さを今味わってるね。いや、どうなるんだろう、この先。